富士市都市計画課から都市計画道路の見直しについてご説明いたします。この説明動画は令和3年9月17日に開催する予定の全路線を対象とした説明会の内容とおおむね同様となっております。まずはじめに今回の見直しについて簡単にご説明いたします。富士市では長期間未整備となっている都市計画道路を対象に、将来の道路ネットワークとして必要かどうか検証し、見直しを行うこととしました。この動画は、都市計画の廃止の手続きを進めたいと考えている都市計画道路について説明するものです。説明の流れですが、一つ目に、富士市の都市計画道路の計画内容や整備状況などについて、2つ目になぜ今見直しを行うのかについて、3つ目にどのように見直しを行ったのかについて、4つ目に計画の廃止について、最後に今後の予定についてご説明いたします。まず富士市の都市計画道路についてご説明いたします。都市計画道路とは、都市計画法により定められた都市計画決定した道路のことで、都市の骨格を形成し、安全・安心な市民生活や都市活動を行うための道路です。また、都市計画道路の機能は大きく3つあると言われており、人や物資の移動のための交通機能、ライフラインなどの収容空間としての空間機能、街区を形成する市街地形成機能があります。また、都市計画道路を定めますと、予定する道路の区域内は建築制限がかかります。具体的には、階数に制限があったり、RC、いわゆる鉄筋コンクリート構造は建てることができません。つまり、道路整備が進むように、都市計画道路にかかる土地では、自由に建築することができないことになっております。それでは、富士市の都市計画道路はどのようになっているのでしょうか。こちらが富士市の都市計画道路で、現在75路線の道路を計画決定しています。こちらは、整備状況の推移を示したものですが、都市計画道路の改良済み延長、いわゆる整備した道路の長さのことですが、この推移を見ますと、昭和44年から昭和58年までは、整備延長が約 50km から約 75km まで進みましたが、昭和58年からは徐々に整備の進捗スピードが落ち込んでいます。その後、平成24年に新東名高速道路が開通したことにより、一時的に増加いたしましたが、都市計画決定延長約 208km に対して、約 55km が未整備となっております。こちらは、令和3年3月末現在の整備状況の内訳を円グラフで示したものですが、先ほど示した通り、決定延長約 208km のうち、未整備は青色の約 55km で、約3割が未整備となっております。こちらが現在の整備状況図で、赤色の区間が未整備・未着手です。このように計画決定はしていますが、未整備の道路が多くある状況となっております。このような状況の中、なぜ今見直しを行うのかということで、見直しの背景や目的についてご説明いたします。まず、見直しを進めることになった背景です。これまでに決定延長の約7割を整備し、残りの3割が未整備となっています。このような中、見直しの背景としては大きく3つあり、1つ目は、長期間未整備であることにより、
地権者の皆さんに影響を及ぼしていることです。2つ目は人口減少と高齢化により交通量が減少する見込みとなっていることです。3つ目は財政的な制約があることです。これらの社会情勢の変化に伴い見直しが必要と考えました。それではこの3つの背景についてご説明いたします。1つ目の背景、長期にわたり未整備であることによる影響では、道路の整備が進まないことにより都市計画道路にかかる土地への建築制限が長期間にわたり続く状態となっています。このためいつ事業に着手するかわからないため、土地利用の計画を立てにくい状況となっており、地権者の皆様にさまざまな影響を及ぼしています。2つ目の背景、人口減少と高齢化による交通量の減少についてです。まず人口の推移についてですが、本市の人口は平成22年をピークとしてその後減少に転じており、今後も減少していく見込みとなっています。またこちらは本市の高齢者の人口と高齢化率の推移です。高齢者数は右肩上がりで増え続け、高齢化率は今後も上昇していく見込みとなっております。そしてこちらは人の動き、トリップと呼んでいますが、富士市民が1日の中で移動した回数を示したものです。平成16年と平成27年の調査結果を比べますと、トリップ数、つまり人の動きが減少しております。減少の内訳を見ますと、通勤や通学、帰宅、業務目的のトリップが減少しています。このため人口減少や少子高齢化が一層進む今後は、人の動きが減り交通量も減少する見込みとなっています。そして3つ目の背景、財政的な制約についてです。こちらのグラフは本市における道路や公園を整備するための費用である土木費の推移を示したものです。ご覧の通り本市の財政は厳しく、土木費は年々減少傾向となっており、新規で整備することはより困難な状況となっています。このような背景から、今回の見直しの目的は将来の道路ネットワークとして必要な路線であるかどうかを検証して適切に見直すことです。このため整備を行う時期やルートなどの内容を検証するものではありません。なお整備時期については道路整備プログラムで示しています。それではどのように見直しを行ったのかということで、見直しの流れと見直しの方向性についてご説明いたします。まず今回の見直しの流れです。国や県のガイドラインに基づき作成した富士市都市計画道路必要性再検証ガイドラインに沿って行いました。具体的にはまず対象路線を抽出し、対象路線がどのような必要性があるのかを確認しました。次に対象路線の実現性や妥当性などについて合理性の検証を行い、原決定を維持と見直し候補路線に分類しました。次に見直し候補路線を廃止した場合などの新道路網での検証を行い、原決定を維持するのか変更するのか廃止するのかといった3つの方向性に分類しました。その後地域住民と合意形成を図り、都市計画変更に向けた手続きに入っていくというのが全体の流れです。それでは各ステップの内容についてご説明いたします。まずステップ0の対象路線の抽出です。
見直しの対象区間は、決定しているすべての都市計画道路75路線から、路線を主な交差点などで分割した上で、改良済みや改正済みなどの区間を見直しの対象外とした、残りの68区間としました。続いて、ステップ1の必要性の検証では、対象区間68区間について、渋滞緩和につながる路線であるかなどを検証し、すべてにおいて何らかの必要性があることを確認しました。続きまして、ステップ2の合理性の検証では、対象区間の実現性や妥当性を検証しました。その結果、合理性のある17区間を現決定を維持、合理性に欠ける51区間は見直し候補路線に分類しました。そしてステップ3の新道路網での検証では、見直し候補路線の51区間の計画を廃止した場合、自動車や歩行者は適切に交通処理できるのか、また公共交通施策や将来都市像との整合性が図られているかなどについて検証しました。さらに、この検証結果について、道路管理者と協議を行った上で、見直しの方向性として、現決定を維持、変更、廃止の3つに分類しました。今回実施した検証結果、見直しの方向性です。対象68区間のうち、現決定を維持が53区間、変更が3区間、廃止が12区間という結果となりました。なお、この見直しの方向性と今後の進め方ですが、現決定を維持となった路線は、都市計画決定をそのまま維持し、今後事業化を目指します。変更となった路線は、事業化の際に変更内容を検討します。廃止となった路線は、説明会開催後に都市計画変更の手続きを開始いたします。ただし、岳南北部幹線及び元市場大渕線、比奈片田線については、富士宮市と変更時期を合わせる必要があることなどから、都市計画変更の手続きには入りません。今回はそれ以外の7路線8区間について手続きを進めていきたいと考えております。こちらの図が見直しの方向性を示したものです。廃止となった区間を赤色で、変更となった区間を青色で示しております。廃止路線は主に住宅地や工場を通過する区間などで、現道や近くに代替道路が存在することなどから、廃止しても道路ネットワーク上問題のない区間となっております。それでは、今回廃止の手続きに入る7路線について、計画を廃止する区間とその理由についてご説明します。まず、岩淵小池下線で、藤川駅の東側に位置する路線です。起点から東海道新幹線の高架下までの操業中の事業所などを縦断する区間を廃止します。その理由ですが、当該区間は操業中の事業所を縦断する区間であり、実現性が低く、合理性に欠け、また計画区間と並行する言動があり、将来この区間の計画を廃止した場合でも交通を処理することができるからです。続きまして、比奈出口線で入山瀬駅の北西に位置する路線です。都市計画道路田子の浦高岡線から県道高岡湯の木線までの現道のない区間を廃止します。その理由ですが、将来整備した場合の交通量はほとんど発生しない見込みであり、またこの区間を廃止しても道路ネットワークとしては県道高岡湯の木線と接続することで機能しているからです。続きまして、須戸橋中里線で
須戸中学校の東側に位置し、東名高速道路と交差する路線です。志度藤岡中里線から終点の志度中里足高3号線との交差点までの区間を廃止します。その理由ですが、この区間を廃止してもネットワークとしては志度藤岡中里線と接続することで機能しており、また将来交通量は現道で処理することが可能だからです。続きまして、十兵衛宮島線で新富士駅の北西側に位置する路線です。前田宮下線から国道1号バイパスまでの住宅が多く立ち並ぶ区間を廃止します。その理由ですが、当該区間は住宅が多く立ち並ぶ地域を縦断することから実現性が低く合理性に欠け、またこの区間の計画を廃止した場合でも周辺道路の渋滞は発生しない見込みであるからです。続きまして、元吉原中里線で東田子の浦駅の北西側に位置する路線です。都市計画道路吉原富士線から国道1号バイパスまでの操業中の事業所を縦断する区間を廃止します。その理由ですが、当該区間は操業中の事業所を縦断しており、実現性が低く合理性に欠け、また計画区間と並行する言動が将来においても交通量を処理することが可能だからです。続きまして、前田宮下線で富士駅の南西側に位置する路線です。都市計画道路田子の浦高岡線から志度水戸島本町宮下線までの住宅が多く立ち並ぶ区間を廃止します。その理由ですが、当該区間は住宅が多く立ち並ぶ地域を横断することから実現性が低く合理性に欠け、また言動があるため将来においても交通量を処理できる見込みだからです。最後になりますが、吉原大渕線で新富士インターチェンジの東側に位置する路線です。県道富士白糸滝公園線から元市場大渕線までの住宅が多く立ち並ぶ区間を廃止します。その理由ですが、当該区間は住宅が多く立ち並ぶ地域を縦断することから実現性が低く合理性に欠け、またこの区間を廃止した場合でも周辺道路の渋滞は発生しない見込みだからです。以上が計画を廃止する区間とその理由ですが、次に計画を廃止するとどのようになるのかなどについてご説明いたします。まず、都市計画道路が廃止されると何が変わるのかについてですが、これまでかかっていた建築制限がなくなり、地権者の方は土地利用の計画が立てやすくなります。また、その制限はいつからなくなるのかについてですが、都市計画法上の手続きを経た都市計画変更の告示日以降からとなります。告示日は令和4年度中を予定しており、それ以降から建築制限がなくなります。最後に、今後の予定についてご説明します。この動画は全路線の説明ですが、説明会は廃止を予定する路線ごとに昼の部と夜の部の2部構成で開催しており、その内容はおおむねこの動画と同様となっております。また、これからのスケジュールですが、現在はこちらで、その後、県との協議や都市計画手続きに入り、令和4年度中の告示を目指したいと考えております。なお、具体的な今後の予定につきましては、ウェブサイトや広報富士などで随時お知らせいたします。また、内容についてのお問い合わせなどがありましたら、富士市都市計画課までご連絡ください。
以上をもちまして説明を終了いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。